お疲れちゃんです。ロットです。だけど今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらクエイクオブデッキやっていきたいなと思います。というわけで今回はですねハンターが入ってるクエイクオブですね。今まで雪玉だった枠がハンターになるっていう、結構ユニットがねこうアーチャーが今まではマスケットだったり、こうユニットが変わることはあったと思うんですよ。こうまあナイトがバルキリーとか、まあそんなことはあったんですけど、スペルが ユニットになるっていう、今回ちょっとね、まあ、いつもとは違った変化があった、このね、ホグデッキ最近使われてますので、やっていきたいなと思います。まあ、ロイジャイにハンターだと戦いやすかったりだとか、まあ、ラバだったり、まあ、バルーンだったり、まあ、ソラとか、まあ、あとは、まあ、火力が出るようになりましたね、ハンターなので。はい、っていうような、まあ、変化がありますね。まあ、その代わり、雪玉じゃなくなったことによって、前よりは削り、スペルでの削りがちょっと弱くなっちゃったのかなというような、ところはね、ありますね。さあ、今回相手ババコヤ置いてきましたね。さあ、ババコヤプラスの、まあ、メガゴーときたら、まあ、スケラだろうという感じですね。さあ、これはね、アーチャーがいるんで、大丈夫だと思うんですけど、程よくウッドしてあげてね。よいしょ。さあ、これはね、めちゃくちゃ相性いいですね。これやばいですね。もう100-0って言っていいぐらい、神相性ですね。まあ、何が相性いいかって、相手のババコヤに対して、クエイクで壊せるんですよ。そう。で、まあ、このババとかもボムタワーで回収しようと思えば回収できますし、まあ、あと相手のスケルトンラッシュに対してアーチ上がるんですよね。なんかそういったところでは、本当にもう、負けないですね。まあ、負ける可能性としては、相手のユニットですかね。これとかにベビドラとかつけられて、なんかスケラ打たれたりとか、なんかそういうカウンターをされると、まあ、すごいやばいんですけど、アーチャーがいるから、相手はスケラプラスポイズンまで打たないと、スケラを全然通せないんですよね。でもそんなことする間には、僕のこう、2周目のホグライダーが、まあ、回ってくるというところでは、まあさすがに勝てるんじゃないかなと思います。で、このホグデッキ、あることを一つをこう意識すればすごい勝率が上がるんですけど、まあそれが何かと言いますと、スペル削りですね。クエイクだったりウッドで、相手のタワーを削るっていうのを覚えるだけでめちゃくちゃ勝率上がりますね。なんか、まあ相手がロイジェイとかだと非常にそういう場面があるんで、なんかいいんですけど、同サイドにイモられ始めた時に、なんか逆サイドを攻めたくなるんですよ、結構。そう、僕結構そういう、すぐ逆サイド攻めちゃうタイプの人だったんですけど、逆サイド攻めても、なんかね、こう、程よく許容されて、なんかスケだけで守られたり、なんなら無視されたりとか。で、結局形組まれて守れないで、なんかどっちも削ったのに負けるみたいなことがよくあるんですよね。なので、まあそれを、まあ、なくす、ことがすごい大事で、こんなんも余裕で守れますね。よいしょ。もうクエイク、ここまで来て、今ホグ飛ばしても声あるんで、まあこういう場面では本当もうウッドと、まああとはクエイクでも削るんですよ。あと800を。そう。ホグをもう飛ばす必要がないっていうやつですね。これちょっとやばいかもしれないですけど、まあボム置いとけばマジで、この辺全部壊せますからね。さあ、ボムと、さあウッドで削っていく。で、端前処理して、あ、相手それうまいですね。でもこれ、アーチャーがいるんで、マジでこれだけで終わるんですよ。で、なんなら、まあ、スケラ打たれても今ホグ飛ばせば、相手はババコヤ置かないといけないんで。だからまあ、これは一応もホグ飛ばして、まあ、タイミング被ったっすけど、まあ、まあ、あと本当にスペル削れて終わるので、なんかもう、ウッドクエイク削りを結構めっちゃするような意識を持つと、マジで勝率上がると思いますね。まあ、こう、なんだろうね、クエイクとかをあえて打たずに2周目のホグライダーを回すとか、まあそういうこともねすごいあるんですけど、ホグ飛ばしてまあウッドとスケとクエイクと、もう1枚、次の攻めないとかでホグが、まあ、回るみたいな、まあそういう2周目ホグ3周ホグで相手の施設が回ってないタイミングで攻めるとかも、まあ、あるんですけど、まあなんかこう相手がすごいメガナイトだったり、まあなんかなかなかね、こっちも突破したくても突破できないし、まあトリトンを持ってるとか、逆サイド攻めたいけど攻めてもトリトンで結局引っ張られて終わるし、みたいな。まあそういう時には、もうホグを飛ばさないで、一回ね、クエイクで様子見て、で、しっかり守ってから
一回またホグを飛ばすみたいな、なんかそういうサイクルを作れると、非常にいいですね。はい。いや、なんで、ガンガン削っていきますね、しょっぱながら。さあ、今回、これ、相手、ロイジャイかな？来ましたね。ロイジャイっぽい顔してる気がするんですけど、いや、ロイですね。で、ボムタワーの位置を、この逆サイドの一個上に置くと、もう完璧ですね。この位置だと、相手はロイジャイこっち側なんで、こっちのタワーを攻めたいんですよ。まあ僕から見たら今左サイドですね。まあ左サイド攻めたいけど、あそこの位置のボムタワーは、タワーとボムタワーに当たんないんですよ、ファイヤーボールが。そう。まあ、なので、これもう一発いける？あー、でかい！これヒースピルかもしれないから、ウッドからスケにするか、まあスケでいいか。はい。あー、来た。そう。あそこの逆サイド、ロイジャイ相手には、逆サイドの、一個上の位置のボムタワーがめちゃくちゃいいです。相手が削りたいサイドの、タワープラスボムタワーにファイボが巻き込めないのと、あ、これナイトかな、まあいいか。まあ巻き込めないですね。なので、ボムタワーを壊さないと相手はロイジャイで突破できないけど、まあここですね。ここに置いたら、まあそれはちょっと上手いですね。こういうタルファバとかで壊そうとしてくるのは。まあでもこれもナイトだけで大丈夫そう。で、これ、結構コストを使ったんじゃないのか？まあ、トリトン3コスでキング前。うん、そうですね。で、一発は入るけど、まあ、キング起動という形で、今回は、まあ、相手と、この攻めたいサイドが逆サイドになってるんで、まあ、そういうところではホグを飛ばしてもいいのかもしれないですね。で、まあ、次飛ばすとしたら、まあまあ、これゴーストね。よいしょ。さ、ナイトで、あれ？引っ張られた。片割れだけ行かれる。まあまあまあ。相手今トリトン使いましたよね。トリトン使ったら、まあ、ホグ飛ばしていいと思いますね。で、ボム1個上の逆サイドですね、ロイの。置くだけで、すごい簡単に守れます。さあ、とりあえずウッドとか置きつつ、で、ここですね。逆サイドの、で、これはもうね、ここでハンターですね。この前まで雪玉だったハンターになったので、このロイの棒に対しても非常にね、強くなりました。もう化け物並みにね、強いです。さあ、入る。トリトン引っ張ってももう一発入りますね。さあ、ウッドで削っていきます。いや、もう余裕ですね。マジ、ボムタワーを、この、ここの位置だと、タワープラス、ん？タワー5で巻き込まれちゃうんですよね。そう。なので、しっかりこの位置に置いて。同サイドだと、同サイドも同じですね。相手に、こう、5でね、巻き込まれちゃうので。マジ、ボムタワーの位置一つでさえ、すごいね、変わってきますね。さあ、これも相手、あとトリトン出すしかないって感じですよね。あ、引っ張られるかな、これ。まあまあまあ。引っ張られても、やさんなら一発？一発入る。これ、もうあれっすね。あともう、クエイクじゃねえな。クエイク圏内ですね。さあ、ってなわけで、ロイもね、余裕ですね。雪玉だったら、ロイ、意外とね、陸行きがちょっと足んないっていうのもありますし、意外と大変だと思うんですけど、反対になることによって、余裕で勝てるようになりますね。いや、これマジおすすめですよ、これ。本当に。なんか火力が出るから、なんだろうな。今までこう、雪玉とかウッドとかを防衛でこう、めっちゃ使わないと大変だったんですよ。まあ、それがハンターポイっておくだけで、なんかメガナイトとかもすごいね、溶かせますし、メンマとチャーシュー。僕、チャーシュー派っすね。メンマ派の人はあんま知らないですけど、逆に。メンマな、僕あれなんですよ。太いメンマがあんま好きじゃないですね。何の話やって感じなんですけど。細いメンマだったら食べれるんですけど、太いメンマあんま食べたくないタイプの人ですね。五反田に、東京の人しかわかんないかもしれないですけど、五反田っていう、まあ、駅があって、そこに、石井っていうつけ麺屋があるんですけど、まあ、僕これ一生言ってんすけど、それ。まあ、そこ世界一うまいんですよ。つけ麺が。そう。なので、ぜひ都内の方はね、一度行ってみてください。行ったことない方。マジで、アホみたいにうまいっす。マジで、本当に保証します。女性の方でも男性の方でも。それだけはね、マジで保証します。特製せいろっていうやつをね。ぜひ食べてください。もうチャーシューもうまいし、まあ、メンマもうまいっすね。マジでうまいんで、ぜひ食ってみてください。よろしく。まずかったら、怒鳴ってください、僕を。本当に。100うまいんで。さあ、てなわけですよ。今回相手は、なんだこれ。あ、あれだ、これ、みかんさんが使ってるやつですね。みかんさんがメガナイトライフ、これ使ってましたね。
さあ、というわけで、メガナイトとトリトンがいるのが、まぁ、ちょっと厄介ですけど、これこそあれっすね。またホグライダーを、まあ、飛ばすのは飛ばすけど、まあ、クエイク削りをしっかり意識していく感じですね。もうクエイクで削るしかない、今だるっすね。ホバが嫌だな。これでもあれだな、相手結構コスト使ったな。ここの後ろにホグをつけるか、逆サイドに行くかっていうところですね。まあ、なんとなく逆サイドですね。僕右の方がタワー受けてるんで、ダメージ。さあ、7コス目がないと、あー、トリトンか。いいトリトンだ。近畿度。嫌ですね。で、これホバがあるから、ハンターの使い方がちょっとむずいな。よいしょ、低めないと、で、スケで引っ張られないようにする。あ、引っ張られる。さあ、溶かす。オッケーオッケーオッケー。いや、耐えれるな、耐えた。あれ耐えた。やばい、トリトンダメージ痛い。これやばいっすね。ちょっとやばい。逆がやばい。これ真正面に置いて、ボムの爆破で、気合で頑張ってもらう。オーケー、やった、やった。怖え、クエイク削りか。ホバがね、若干厄介ですけど、ハンターをね、ぶち当てていきたいな。一回クエイクですね。いやー、たまたまザピア出てきたな。さあ。で、ハンターを、置くで、ここで守れてるんで、もうホグで攻めますね。で、ウッドを防衛に使ってあげないと、ちょっと怖いですね。よしよしよし。いや、ホグが、めっちゃ刺さってる。さては、めっちゃいいタイミングにホグ飛ばしてまでる。オッケー、ナイスグッドゲームですね。いや、これは、最後のね、ホグのタイミングめっちゃうまかったっすとないですか。まあ、相手がこう、攻めてきたタイミングで、僕がしっかりユニットを出して、まあ、アーチャーと、そしてナイトハンターで、守るユニット全部出しましたけどコストがある、じゃあ攻めますって感じですね。だからまあ相手が攻めてきたと同時にホグ飛ばすとかもあるんですけど、まあ、一回こうしっかり守ってユニット出してすぐ、まあみたいな感じでもね、いいと思いますね。なんか今みたいなタイミングで飛ばせるようになると、結構ね、こうメガナイトとかそういう相手にもね、相手がコストやっぱないんでね、まあ施設相手とかにはそうですね、相手が攻めてきた瞬間に攻めてあげると、相手が施設ね、置くコストがなかったり、置かなかったり、置けなかったりとかありますね。さあ、今回相手は、遅延スケラかな。やばい、これスケが間に合わないかも。2回受けれる？痛い。いやいや。さあ、今回相手、遅延スケラっすね。いや、これはね、まあ、勝てないことはないって感じっすね。アーチャーがね、いるんでね。あれ？ドクフリ？お、あれだ、エレジャーだ、エレジャー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 来た。エレジャー来たー、これ。流行りのね、マジで。このエレジャーめっちゃ強いんすよ、ほんとに。いや、めっちゃ強いとまでは言えないけど。いや、そこそこ強いんすよね、マジ。いや、しかもライトニングなんで、僕のこのハンターもだし、ボムタワーもだし、ちょっと嫌ですね。厄介な相手を引きました。あ、待って、ベビーの、この前半のダメージ。あー、起動できるかー。なんかホグがね、微妙に HP 少なくてできないの祈ったんすけど。いや、これやべえっすよ。これ勝てっかな。まあ、ホグと施設があるんで、まあ、きついんですけど、まあ、僕としては、どうだろうな。LJ はでも、言うて大丈夫。光栄ですね。相手の、この光栄がやばい。ダクプリベビーの単純に攻めが個人的には厄介って感じですね。さあ、とりあえず防衛の構えはできた。一旦ホグ飛ばすか。どっち攻めるかな、悩みですね。さあ、オリー。これ外はやばいっすよね。これやばいっすよね。いや、でも、いや、耐えれるんすよ、多分。耐えるのはできる。いや、オッケーオッケーオッケー。いや、痛い。いや、結構痛い。ビリビリ。いや、けど、タルババ来るな。まあ、左サイド僕はしっかり削るようにします、これから。
さあ左よ、これ一発入る、よしよしよし、うえーやべーからの一回飛ばす、いやいい耐えてる、これ打っただけで足りねえかな、いや足りる、いやワンチャンあるな、マジでワンチャンありそう、今相手それに使った、これ一回攻めちゃおうかな、ケツエレジェとかとかぶってほしかったけど、攻めて、まあ折りが来ますね、折りが来る、で端前にエリジェはさすがに出せないんで、まあ、いやこれ出せたらだと終わるっすもん僕さすがにこれライトワンチャン来る、いやライト来ない、いやうまいね、見てますね相手は、耐えてますね、これタラババか、さあまあアーチャーが僕は行きますね、相手がライトなんで、いやこれエリジェ来ないならクエイクで削ります、いやハンターナイス、来たなエリジェ、ここでこれフォグ飛ばしちゃっていいかな、飛ばしちゃって、でまあここはそこそこでいい、オッケーオッケー、でこれライト打たれる、でアーチャーですね、うわやば、待って大ピンチのピンチみたいな、いやでもライト打った、いやこれあれかハンターじゃなくてボムだったかな、いやでも止まりそう、止まる、いや今トルネ使った、いやこれクエイクですね、ホグ飛ばしても折りがあるんですよ、なのでもうクエイク削りです、で端前エリジェを僕は守れるかどうか、いやこれね、うー地獄のね、ちょっとオシャンの位置とかに置いちゃって、もうアーチャーで溶かしますね、ハンターライト撃たれるんで、よし、サクエイクで削る。これ時間稼げばあるぞ、マジ。アーチャー強え、アーチャー。え、アーチャー鬼強え。カウンターすんの、お前、バカ。お、来た。グッドゲーム。危ねえ、これ最後の、ホグを飛ばさない判断いいっすね。なんか、施設とトルネとか持ってると、飛ばしてもまあ、意味ないっていうところでは、最後のあのクエイクで削る、ウッドで削った、あとはライトが刺さんないアーチャーで、まあ、イモルっていう結構いい選択だったんじゃないかなと思います。というわけでね、このクエイク国マジで前より意外と使いやすくなった説あるんで、雪玉型よりね、ぜひねこちらホグデッキ使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもねよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした、またね。